深坂トンネルは、北陸本線の大見四つ駅から新比北駅下にある全長5170メートルの単線トンネルである。北陸本線が建設された当初からの柳瀬トンネルを経由するルートが急勾配であったことから、勾配を緩和し、輸送力を増強する目的で、第二次世界大戦前に着工されたが、開通は戦後にずれ込んだ。 さらにこの区間の複線化のために後に、下り専用の全長5173メートルの新深坂トンネルが建設された。北陸本線の前原駅と鶴ヶ駅の間の路線は、明治時代初期に構想が持たれ、親とい外国人のリチャード・ボイルが1876年4月に経路調査の報告書を提出している。その際には、長浜駅から北上してきた線路は、 ヨゴと琵琶湖の間の山地を通り抜けて、地を図へ足し、さらに、野坂山地の山岳地帯を屈曲しながら急勾配で、登って、靴掛けから現在の国道8号に近い経路で、福井県側に抜け、敦賀へ達する経路で提案されていた。これは後に深坂トンネル経由となった北陸本線の経路に近い。しかし実際に建設するにあたっては、 塩津経由では37パーミルの勾配が必要となるが柳瀬トンネルを経由する経路であれば25パーミルに抑えられることから経路変更をすることになった。長浜鶴ヶ間は1884年4月16日に柳瀬トンネル経由で全通した。ところがこの経路は柳瀬トンネルの南側にある標高246.73メートルの仮が 谷信号場を頂点として、両側に25%パーミルの急勾配が連続し、急曲線が多く、陶器の積雪が多くて、雪崩の危険も多いという問題を抱えていた。このために補助機関車を連結して輸送力増強を図っていた。また柳瀬トンネルの建設時期が古いことから断面が強小であり、広い幅の貨物の通過に制限を受けていた。1928年12月6日、 上り台556貨物列車が柳瀬トンネルを走行中に速度が低下し、梅園により、先頭の機関車の乗務員が窒息して倒れ、出口まで約25メートルの地点で立ち往生した。後部の機関車の乗務員と車掌が脱出して、狩りが谷信号上に停車中の下り列車の機関車を呼んで、救援しようとしたが、救援機関車の乗務員も倒れ、 経営5人が死亡する事故があった。これは、重い貨物を搭載した貨車が多く、降雪の影響もあって速度が低下したこと、列車の速度に近い追い風が吹いていて、売園ガスに絡まれたことなどが理由とされた。また、トンネルの断面積が、後の標準規格に比べて、約71%しかない、狭いものであったことも影響した。柳瀬トンネルで排炎不十分のために起きた、 運転事故は重大なものだけで、1951年時点で10件に及んでいた。対策として、柳瀬川の出口に外気遮断幕と排気除去用の送風機を設備したが、それでも乗務員の被害は減少しなかった。このように、この区間は北陸本線の輸送力の最大のガンとなっており、関西、中部地区対北陸地区の輸送の伸びに伴って、 輸送力増強が求められ、解決の必要に迫られていた。柳瀬トンネルルートと深坂トンネルルートの比較1937年より、調査と測量に着手した。木の本駅を出て、しばらく従来線に並走し、横湖の北を回って、潮津に出て、滋賀県と福井県の県境を、南東から北西への向きの長いトンネルで貫いて、現在の新北駅付近に達する構想が、 考えられた。この経路であれば、最急勾配を10パーミルに抑えることができる。しかし新北から鶴ヶまではなお標高差が87メートルあって、勾配を10パーミルに制限することは困難であったため、伏線にして上下線を区別する構想となった。下り線は25パーミル勾配を使って既存線に、波と原信号上で合流し、上り線は 既存線線線に並行ししてて路を付設し衣がか山を設山半径400メーートルのルのプ線で回って新引田まで10パーミル勾配に抑えた新しい経路を建設するものである。新ルートのようとなる深坂トンネルについては、滋賀県側の靴掛けを中心として線形に数本のトンネル経路を想定することができた。このうち実際に建設されたのは最長となる経路で、しかも、 琵琶湖北岸の断層群の主断層に対して平行しているのに対し最短となる経路であれば長さは3500メートルほどで済み断層を直角に横断することができトンネルだけで見れば校舎を選択すべきものであったしかし勾配を10パーミルに抑えるのであればどちらの経路を選んだにせよ線路の総延長は同程度に必要になりしかもこの地域が 有数の豪雪地帯であることから、トンネルを短縮できたとしてもトンネル外の区間で、雪多いを長く建設しなければならず、町大トンネルを通した方が走行費が安価となるという結論になった。大断層に阻まれることが分かっている町大トンネルを技術的に突破しようという考えであった。こうした新線構想に対し、従来線と組み合わせて、 どのように全体の輸送を構成するかについて3案が考えられた。3案について、客家の取り扱い、輸送方式、要因、投資などを比較検討して、第3案が選択されることになった。従来線と新線を比較すると、最高地点の標高は、従来線で246.73メートルであるのに対し、新線では143.80メートルと、 102.93メートル下がる。仮に蒸気機関車で運転を継続するならば、この差による石炭消費量の削減は年間1060トンと試算された。また、牽引力で比較すると、東海道本線では、換算95両で運転できるが、従来線の北陸本線は、換算60両であるため、前原駅においてその差の350トン分の貨車を、 切り離さなければならない。切り離された貨車を累積して新たに列車を運転しなければならないため、その分線路容量を圧迫することになっていた。この時点で1日36本の列車を運転していたが、新線に切り替えると、勾配緩和により、換算95両に引き上げられるため、1日13本の列車を削減することになり、単線のままであっても、 線路容量を緩和することができる。柳瀬トンネルルートと深坂トンネルルートの縦断面比較図1938年8月に引田出張所、9月に靴掛け見張り所を設置し、直轄工事で深坂トンネルの工事に取り掛かることになった。直轄部隊は全認知の西方内線や大糸線などの工事現場から転任してきた。高校付近に出張所や工場、 妊婦の子や職員感謝、倉庫などを設置し、引田口は引田駅から約 2km の引き込み線を付設して、貨車で材料を取り込み、靴掛け口は引田駅からトラックで材料を運搬した。作業員は引田口で1日650人、靴掛け口で460人、のべ作業員数は両口合計88万人を予定した。新線は当初から 電気運転をする構想とし、単線直流電化断面で屈作することになった。く掛け側から5.5パーミルで登るんが23メートル、入ったところからは、出口まで5147メートルの9パーミルの、下り勾配となる線形で実質下り変勾配で、ある。しかし当時の国家的要請により40ヶ月で、工事することが求められており、上り勾配となる、引田側からだけでなく、 下り勾配となる、靴掛け側からも掘削する必要があった。断層地帯を折り勾配で掘削しなければならないという難題に対し、靴掛け側では水抜き庫を設けて先進しるべこうとすることになった。下りで掘削する靴掛け口は1570メートル、上りで掘削する引田口は3600メートルを担当する計画とされた。地質は花崗岩であり、 琵琶湖北部の断層地帯にあるため数箇所で断層を横断することになる。引田口から約2キロメートルの地点で交わる断層が最も大きいと想定された。1938年11月16日に引田川から深坂トンネルに着工し、続いて1939年2月14日に靴掛川からも着手した。靴掛口は、 本港のシルビ港を掘削して122メートル付近までは順調に進んだものの、そこで湧水が多くなってきたため、水抜き港の掘削を開始した。航港,港から110メートルの地点で右側に40度で分岐し、本港から20メートル水平に離れた地点から本港と平行な3分の1勾配の車港を12.5メートル下まで掘削し、 そこから輪にパーミルの上り勾配で掘削していった。車高の底部にポンプを設けて、流水を排水し、ところどころで水抜き孔と本港を連絡する車高を設けることで、水抜き孔側から水を排水して、本港の掘削を進めた。本港は水抜き孔に約2ヶ月遅れて屈伸した。高校から1100メートル付近で断層に遭遇して、本孔の掘削が中止されたが、 水抜き港側から回り込んで、反対側からも掘削することで突破した。また水抜き港掘削時に湧水に悩まされた区間も、本港掘削までに十分排水されていたために、施行が容易となった。こうして、約1300メートルに及ぶ水抜き港の掘削は、港を奏した。引田口は、ルベ港の掘削を開始し、約200メートルを掘った時点で、 断層粘土体に遭遇し、数回の土砂流出を起こした後大崩壊となった。この部分の突破に相当の時間を要することは確実であったため、工事計画を変更し、本高校の南約700メートルの追い分け集落付近から別途先進シルベ港を掘削することにした。この先進シルベ港は、本校付近に取り付いた後本校に並行して先進することで、 地質の調査や社交を通じた連絡で本校の換気に役立てる構想であったが、掘削中に崩壊と度圧によって、シルベ校が押し潰されたことがあり、その間に本校の工事が進捗してきたために、先進シルベ校を断念した。引田口本校は、断層で崩壊などの問題が生じる地点に迂回校、敷屈校、水抜き校などを設けて突破していった。 高校から1キロメートル付近、1 5キロメートル付近、2キロメートル付近に大きな断層があり、特に2キロメートル付近のものは大断層であった。この断層帯は、右海溝によって水をよく抜いて突破し、1943年3月に、引田川から2 9 3 2メートル地点において貫通した。その後切り広げと復興を行っていたが、 選挙区の急迫に伴い1944年11月に工事が中止となった。わずかな要因が現場に残存してトンネルの保守作業を行った。1946年4月に再着工した。しかし再び工事継続が困難な情勢となり、1948年3月に再中止されて要因は締め工業所などへ配置転換された。 1950年5月に3度目の着手となった。再開後に点検したところ、復興の亀裂の進行が激しかったため、全体に改築工事が行われ、1953年3月に着工から15年をかけて深坂トンネルが完成した。直轄工事部隊は、深坂トンネルの竣工前から竣工後にかけて2段階に分けて、栗からトンネルへと転出していった。 深坂トンネル工事は、単なトンネルに匹敵する難工事であったとして、引田工事区は1953年3月28日に国鉄総裁表彰を受けた。しかし、1948年3月に引田工事区で発生した火災により、工事記録の多くを消失したため、深坂トンネルの工事紙は発行することができなかった。新線は、 戦前の工事着手当初から電気運転を前提として工事しており、また高校から100メートルまでは砂利道床にしつつもそれより、奥はコンクリート道床を採用する方針であった。しかし戦後になり、再び電化、道床コンクリート、トンネル内列車交換設備について必要性が長々と議論されることになった。道床コンクリートについては1955年9月に、 思考が決定し、続いて11月には電化調査委員会により、前原と山川は直流電化が決定され、これにより深坂トンネルの供用開始も決まった。ちょうどこの頃、フランスで開発された交流電化方式について、国鉄は千山線で実験を行っていたが、北陸本線で初めて本格的に実施することになり、1956年4月になって、 電化方式は交流電化に変更された。同償コンクリートについては、高校から75メートルの区間を除いた5020メートルに渡って施行し、1957年3月に竣工した。また交流電化に伴い、トンネルの建築限界が問題となった。当時まだ交流電化における建築限界は定められていなかったが、 深坂トンネルについては特任で5メートル20を採用することになり、同小コンクリートの厚さを調整することでこの値を実現した。1959年になり、交流電革間の建築限界は5メートル35と定められた。トンネル中間付近に信号場を設けて線路容量を増大させる検討も行われたが、信号場を設けて列車本数を増大させると、 保線作業の限界に当たるとして、信号場設置は見送られた。またトンネルでの牽引機関車をどうするか決定するため、排炎装置の研究と生産トンネルにおける、国鉄 d d 五十 k ディーゼル機関車の試験運行を行った。排炎装置については、送風速度に応じて、列車運行本数が左右され、線路容量を制約することが判明し、蒸気機関車を新線に運転することは、 不可能と結論された。また、ディーゼル機関車の運行についても、保線作業環境改善のために、トンネル内に送風設備を設ける必要があるという結論となった。他に設備として、トンネル公門入口上に貯水槽を設け、そこから鉄管を出口まで通して、約33メートル間隔で水線が設けられており、砂巻き装置の砂や、 おぼつなどを洗い流せるような洗浄装置となっている。深坂トンネルの前後の取り付け線路の工事も順次進められた。木の元から大見市を杖取り付く区間には延長1707メートルの汚トンネルがあり、トンネル内から自流鉄鉱石と森部電が出て戦時中のことであったため鉱石の掘り出しに鉱山監督局から支援があった。物資の節約のために、 トンネル側壁を石積みにするなど苦心したが、1943年には人員が南方へ派遣されるなどして工事が中止となった。戦後再開時にはトンネル内で死歩行が崩落しているなどの荒れた状態となっていた。鶴ヶ川の勾配緩和のための新日北鶴ヶ間の上り線用の線路については、1940年から建設が開始された。 ループ線を構成するトンネルである第1位係トンネル、第2位係トンネルには1941年から着手した。第1位係トンネルについては1943年にシルベ港が貫通し、切り広げと復興も一部の区間で完成していた。しかしこの年、この区間の工事は中止された。第2次世界大戦後、1946年から、 工事が再開され、この年、第2位係トンネルについてもシルベこが貫通した。半径400メートルの曲線トンネルであるため、測量に苦労したものの、ほとんど誤差なしに貫通することができた。資金不足のために、これ以降は細々と切り広げや復興の工事が続けられた。1953年2月に、第2位係トンネルで葉っぱをかけたところ、切り葉が崩れて、 水を含んだ砂が流れ出し、作業員二人が埋まって殉職するという事故があった。同年9月、工事が中止となり、停設シルベ港を仮巻きコンクリートで覆って閉鎖した。このため、深坂トンネルの開通時点では、当初計画では、下り列車を通すことになっていた、新引待機から、波と原信号場までの連絡線が整備されることになり、この時点では、 上り列車に対しては依然として25パーミル上り勾配がこの区間に残ることになった。こうして1957年10月1日に、木の本鶴ヶ間で深坂トンネルを経由する新線が開業し、北陸本線の営業キロは 2.7km 短縮された。距離短縮に加えて、電化による牽引力アップと勾配の大幅な緩和により、 この区間を通過する列車は20分前後の所要時間短縮となった。深坂トンネルは開通時点で日本で4番目の長さの鉄道トンネルであった。柳瀬トンネルを経由する従来の北陸本線は、この日から柳瀬線と解消してローカル線となった。新線上には予、余後大見塩津、新引田の三駅と靴掛け信号場が設置され、また、 従来線に合流する地点に、波と原信号場が置かれた。前述のように、鶴ヶ川で、上り列車に対する勾配を緩和するループ線の工事は1953年9月に中止されていた。しかし1961年になり、線像工事として再着手した。中止前に殉職事故を起こした区間の隣では、再着手にあたって慎重に工事を行ったものの、 再び大音響とともに砂が流出して、すでに掘削されていた区間を埋めて作業員一人が殉職する事故となった。地上から陥没した箇所を埋め、モルタルの注入などを行って、ようやくこの区間の工事を完了した。また、すでに共用している本線の引田トンネルの上を約3.2メートルのかぶりで立体交差する死郷トンネルがあり、引田トンネル施行時点で、 交差部のアーチに補強のレールを挿入してあったため、火薬量を制限することで安全に施行できた。1963年9月30日に、ハトゲンループ線が開通し、新引田鶴ヶ間が複線化された。これにより、上り列車に対して25パーミルの勾配が除去され、双方向に対して最大の上り勾配が10パーミルとなった。この際に、新引田から、 鳩原信号上で急線に合流して、鶴ヶへ向かう線路は、下り線となった。柳瀬線は、鳩原信号上で、北陸本線に合流して、鶴ヶへ向かっていたが、そのままでは、北陸本線の下り線に、柳瀬線の上下列車を運転しなければならず、運転法案上の問題が出るとともに、北陸本線の線路容量を制約する問題も、あった。そこで、この日から、 柳瀬線は、引田駅で折り返しとなり、引田鶴ヶ間は、バス代行となった。しかしこの措置により、柳瀬線利用者は激減し、翌1964年5月11日に、柳瀬線全線が廃止となって、国鉄バスが運行されるようになった。北陸本線は、国鉄の第一次五可燃計画及び、第二次五可燃計画によって、順次伏線化が進められ、 1963年時点までに全体の約40%が伏線化されていた。しかし深坂トンネルと共に開業した木の元から新引北の路線は未だに単線で輸送上のアイロとなっていた。この区間の複線化に際しては、深坂トンネル経由の新線を上り線に急勾配を介する柳瀬線経由を下り線にして伏線として運用することも検討されたが、 結局、柳瀬線は廃止とし、深坂トンネル経由の路線に、線像を行うことになった。新深坂トンネルは、深坂トンネルより降り列車進行方向に対して、左側に30メートル離れた位置に掘削することになった。深坂トンネルは、靴掛け口から引田口へ向けてほぼ下りの片勾配になっており、これと同じ縦断面で新深坂トンネルを施行すると、 靴掛け口からは、下りで突っ込むことになって思考が困難となることから、新深坂トンネルでは、靴掛け口から833メートル385、この区間を上りにパーミル勾配とし、そこから引田口までの4339メートル615、折り11パーミル勾配とすることになった。トンネル断面は交流電化1号型である。掘削方法としては、 両口から単純に掘削してゆく、方式新坂トンネル掘削時に引きた口から 1.1km ほど掘削していた先進シルベ校を再利用する方式車校を設ける方式先進シルベ校再利用と車校設置を組み合わせる方式の4案が検討された。予定後期は、それぞれ36ヶ月、33ヶ月、31ヶ月、27ヶ月とされた。 しかし、深坂トンネルの先進シルベ港は、長期間放置されていたためし、歩行が崩壊していて、再利用には新設と、ほとんど変わらない費用がかかると見込まれたこと、車高を建設する方式は、地形上、約420メートルと長い車高が必要になるにも、かかわらず、車高から掘削できる本港が1500メートル程度にしかならず、車高の建設費に見合わないとされて、 一案の両口から単純に掘削する方式が採用されることになった。1963年2月に新深坂トンネルに着工した。くつかけ口川の第一口区延長2772.5メートルは西松建設、引田口川の第二口区延長2400.5メートルは幕見がそれぞれ担当した。深坂トンネルが難工事であった理由は、 断層やマサドの区間に大量の水が付随したためであったが、深坂トンネルによってある程度水が絞られていると判断したため、新深坂トンネルでは可能な限り全断面掘削を行うことになった。二掛け口では途中から下りで掘削しなければならないが、約200メートルおきに深坂トンネルに通じる排水口を掘削し、ポンプによる排水は、 切り葉から最寄り排水口までに限定した。実際に掘削すると、一箇所の断層突破に1、か月以上を要した場所が4箇所になり、薬液注入や迂回口が必要となった。しかし、全断面掘削を採用した決断は、おおむね良かったと総括された。1966年、昭和41年10月にトンネルが完成し、11月30日に開通した。 深坂トンネルが上り線専用に新しく開通した新深坂トンネルが下り線専用となった。木の本新引田間の複線化では新しく建設。しかし大見塩津駅特津掛信号場の間については従来線の左側は谷になっていて、こちら側に増設すると大きな森土工事が必要となるため、反対側に増設し、従来線が下り線。 新設線が上り線となった。新引田鶴ヶ間は前述のように1963年に複線化されており、それ以外の区間も順次複線化が進み、1965年8月9日に大見市をつくつ掛け信号場が複線化されてこの時点でくつ掛け信号場は複線と単線の接続点となり、さらに1966年11月30日に、 靴掛け信号場から新引き玉が伏線化されたことで、靴掛け信号場は廃止となった。1974年7月20日に、古西線、山品大見市をつが開業した。翌年のダイヤ改正から、関西地方と北陸地方を結ぶ、優等列車はほぼ全てが、古西線経由となり、大幅な時間短縮が実現された。 北陸本線の前原大見市をつかんはこれらの、優等列車が通らなくなったが、大見市をより北にある深坂トンネルは、湖西線からの列車も引き続き走行した。北陸本線は交流電化となっていたのに対し、東海道本線や湖西線は直流電化となっており、直通する列車は、高価な高直流電車を必要としていた。このため直通する普通列車の運転本数が、 限られていた。1991年に北陸本線の長浜までを直流化して、京阪神からの新快速列車が直通するようになり、長浜の経済、観光に大きな効果が出た。これを受けて、直流電化のさらなる北への延長が要望されるようになり、深坂トンネルを抜けて、敦賀駅までを直流化することになった。 2006年9月24日に電化方式の直流への切り替えが実施され、10月21日にダイヤ改正が行われて、新快速列車の鶴ヶ乗り入れが実現された。ありがとうございます。